赤木の大木赤木は、コミ乾燥化の常緑鉱木である。樹木の材が赤みを帯びていることに由来している。別名加担。日本国外では、台湾、中国南部、東南アジア、ポリネシア、オーストラリアなどに、日本では南西諸島及び小笠原諸島に分布する。ただし、小笠原諸島のものは、新炭材として利用するために移植されたものであり。 固有種からなる在来の植生を駆逐することが懸念されている。また、奄美群島のものも人的な移入と考えられている。日本生態学会によって、日本の侵略的外来種ワースト100に選定されている。南西諸島では、主に石灰岩自体に生育し、タブの木などとともに極層林を形成する樹種の一つである。成長がとても早く、 樹高は15から25メートルまでになる。樹皮は細かく割れて剥がれ、全体に赤活色を呈しており、和名の由来にもなっている。葉は3室複葉で5生し小葉は8から15センチメートルの卵型で、角質、能力色、艶があり、先端は尖りに部位巨子を持つ。私有一種。火器は二から三月頃。溶液から塩水過剰が生じ。 黄緑色の多数の花をつける。果実は、休憩で直径1から1.5センチメートル。アレロパシーを有するとされている。街路樹、庭木、防風樹などとして利用されるほか、材が赤く、白色のキメがあって美しいため家具や建材などにも利用される。果実は食用。1623年首里オ府フによっておもろさ牛編纂された歌集の第13巻。 八百二十二に赤木の歌がある。歌の意味は、東方の大主が上がってくる。その王手の前に赤木ゆすぎの花が、真っ白に真っ赤に咲いているから、それを取って折り刺して、沖縄県では、樹皮は民ンサー織りの染料に使われている。那覇種里の周辺には、第二次世界大戦以前に、その中でも、種里近所の大赤木は、樹齢二百から三百年とも言われる赤木の大木が六本も、あり。 国の天然記念物に指定されている。首里城の南西側に位置する内勤城温竹にある赤木。最大のものは樹高10から15メートル、強行直径140センチメートルにも達する。なお、焼けた大木が首里城前に一本だけ残されている。その木のてっぺんには赤黄が根を下ろしており、バスガイドはそれを大木に寄生しておりますと紹介するのが常である。 なお、沖国大米軍ヘリツイラク事件によって焼け焦げた赤城の木抜きが沖縄国際大学校内に存在する。ありがとうございます。